ただやんゴルフチャンネル。オープニング？3秒前、2、1。はい、はい、皆さんこんにちは。ただやんゴルフチャンネルです。今日はですね、はい、灼熱の埼玉理科カントリークラブに来ています。そうですね、はい、暑い。今日はですね、タナヤンゴルフチャンネルということで、ふんふん言ってますけど、ただいま時刻は1時でございます。お昼ご飯食べて後半にね、天ぷらそばとビールを飲んでね、飲んだテイ君ですけど、後半、前半45でね、うん、あ、もう行けそうですね。行きましょう。チュース。はい、もう暑すぎてですね、テイ君も私もちょっとバテ気味なので、後半は、かなり疲れも出てきて、撮影はですね、ほとんど私だけという形になりますが、よろしくお願いします。はい、1番ホールですね。こちらが、コンペの当日はスタートホールになります。セカンド池が絡んでくるんですけども、ここは左は意外と狭いかなという感じがするので、右方向でも OK かなと。斜面方向から、ドローなら、斜面方向、ちょっとスライサーでしたらセンターから右に流れても OK という感じのホールです。で、ここもお願いします。お願いします。はい、なんとかセンターに置くことができました。で、ベントグリーン、左のグリーンですが、コンペ当日はですね、実は、右サイドのグリーンになるんですね。ちょっとインコースの方もずっとベントでしたけど、もちろん、コンペ当日は高麗グリーンになるので、ちょっと違うグリーンになりますのでご注意ください。今セカンドのところは、池をねしっかり越えるような番手を打つですね。でティーショット失敗すると池の手前刻むっていうのも全然ありだと思います。で3打目勝負というところですね。あー、すげー切れた。でテイ君は1打目結構飛ばしていたので、セカンドですね、しっかり乗せてきて、ちょっと長いロングパットになります。今の入ったら1000円で力んだな。やっちゃった。やぼ。やっちゃって。パターめちゃくちゃいいわ。2番ホールですね、パー5。ここは一応ドラゴンホールかな、はい。で、2番ホール、こちらはドラゴンになりますね。ちょっと右サイドが狭いのでスライス要注意です。で右サイドにもバンカーがあるので、飛距離によってですが、左サイドの斜面でも OK って思った方が気が楽ですね。ナイス。
今のはそっか、今ぐらい振った方がいいな、やっぱドライバーは。うわあ、全然違う。ハイドローじゃん。すげえ飛んでるよ。あ、そうでもなかった。うん。そうでもないね。風で影響受けた。うん。回転数だね、ちょっとね、上上がったのは。いや、でもすごいいい球です。うん。ちょっと良かったですね。めちゃくちゃいいよ。めちゃ。ちょっとね、デイ君飛んでたと思ったんですが、かなり手前で。セカンドがこれ高麗グリーンだと左のグリーンなんですね。でまあ、うん、この映像ですと右サイドグリーンでかなり距離がまだ残るんですが、左の高麗グリーンでしたら、そこそこ飛ばせると2オンは楽にできるんじゃないかなっていう感じになりますね。どうだ？でかっ。何番で打つんですか？これね、ピッチングですね。ピッチングか。ちょっとエッジ越えたあたりに落として、あとは撮影で。あー、すごいね。そこまで、うん、これは大変でした。うまい、おーしー、ナイストライ、はい、今の感じでもそこまで行く、ね、これそこ多くなったけど、バーディーです。バーディーです。バーディーです。暑いわ。暑いね。ジブリだわ。熱波来ましたね。熱波来ましたね。20代は暑いわ。そう。燃えていかないと。気持ち出たよ。うん。うわー、すげえ切り方、オッケー、うまい、うまい、はい、やったー、すごいねー、ナイスパー、ナイスパー、うん、ちょっとバーディー取った後うざかったですけども、まあ、ここはハンディキャップ1になりますが、高麗グリーンだともう少し距離が短くなるので、優しくはなります。左サイド狭いので、うん、フェアウェイ右サイド方面でも、うん、そんなに高麗だと距離が余らないかなと思うので、かけだけ注意して打ちます。 OK、ちょっとフェードかかって右かな。
はい、続いて4番ホール、まあ、こちらもやっぱり高麗グリーンだと手前になるので距離はかなり短くなります。同じようにただ谷越になるので、しっかりと打ちたいなというところで、まあ、仮に高麗だとしたら、うん、ピンチぴったりに打っていってショートするのが嫌だったらしっかりと、うん、長い番手でもいいかもしれないです。ただベントの時はね奥にさらにバンカーがあるのでどっちかというと手前から攻めたいというところなんですが、ちょっと高麗とベントで攻め方が少し変わるかなとは思います。やっぱり180超いいけど信じた何番 9番、うん、いいかも力抜けて、うん、いい打ち方してたけどね。全然切れない。下もほんの今ね、外れそうに見えるのよね。で続いてが5番ホール、ここは短いですね、まあ高麗ですと右グリーンになって距離はそんなに変わらないんですが、とにかくここは左が、ハザードになっているので方向性重視で200ヤード飛べばもう全然 OK ですという感じですね。セカンドを90ヤードから80ヤードというところに持っていけますので、はい、まあ、なんならアイアンでもいいかなという感じがします。ちょっとテイ君あのドライバー振って右の、崖の方に落としちゃってましたので非常にセカンド狙いづらくなる感じですね。 OB ラインはかなり奥なんですが傾斜がすごくて大変になるのでできれば、はい、あの正面のバンカーを狙っていくような感じが一番いいと思いますね。ちょっと打てなかったな。ちょっとこの後のホールでも何回かあったんですが iPhone が熱でねもう熱くなっちゃって止まって
ってしまう感じで、ここから入らず2パットでボギーでした。で続いて6番ホール、ここはちょっと打ち上げていくパー4ですね。ですね、右はちょっと大きな木があって、あっち方向を打つとグリーンが狙いづらくなるので、センターから左がいいかなというふうに思います。若干右ドッグしていくのでフェードヒッターには打ちやすいと思いますね。で私はセンターからちょっとフックが強くてですね、左の斜面まで行ってしまいました。でここからですね、やっぱり iPhone が止まってしまったんですが、ちょっとショット前にねぶっと止まってしまいます。この左サイドからだと、木の下を通して、バンカー左サイドでもいいかなというところですね。バンカーがですねグリーン周りいっぱいあるので、ちょっと入れると大変です。この辺りはできるだけ入れないように、運べるといいと思います。で続いて7番ホール、こちらはですね特徴のあるホールなんですが、池までの距離短いので距離には十分注意しないといけないですね。で欲張らずにフェアウェイに置けば2打目チャンスになりますので、アイアンで5番アイアン僕は190から200ぐらいですね打てればいいかなという感じですね。ちょっと打ち下ろしになるのでトーンと前に飛んでしまうとランが出て落ちてしまったなんてこともあるので、十分距離には注意です。マネジメントどんな感じ？一応池がかかってるけど、まあこれ池ないものとしても考える？ん？ちょっと黙って。ピッチングね。いいよ。ゴー！おお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 いい友達持ってんな。ボギー。おい。ナイスボギー。惜しいな。ナイスボギー。
綺麗。こんな綺麗な。いやー、ナイスバーディー。で続いて8番ホール、こちらドラゴンホールですね。ちょっとみんなで満振りして飛ばし合いしようよなんて言いながらね、振ってますけども、このホールは若干打ち上げしながら右にドッグしていくようなホールで、あーちょっとあの大きい木が右サイドに、うわー、うん、あるのであれが厄介ですね。いや、フェアウェイじゃなくてもいい、ナイスフェアウェイでしょ、フェアウェイ、ね、まあコンペ当日もこちらのパー5は、ドラコンになりますが、そうですね、まあフェアウェイも広々としているのですくい上げる動きですね、右肩が下がりすぎてちょっとチッピンっていうのが注意かなという感じがします。はい、わあさすが、これはですね思いっきり振りました。まあ、木の上抜けていくような球ですね。いいフェードが打てましたね。当たってない。当たってない。うん。やっ。わあ、さすが。ナイス。あ、なんだろう、スピン量多いんかね。ちょっと飛んでないね、思ったより。しすぎちゃうんだね。え？結構上がりすぎちゃうのかもしれない。飛んでないですか？一瞬行ったかなと思ったけど。いいことだった。うん。多分俺と同じかちょっと飛んでないかな。めちゃくちゃいい。7番ウッド。200ぐらい取れると。これはまたイーグルチャンスあるよ。セカンドいいとこまで来たね。何ヤードぐらいですかね。お、ニューアイテムの飛距離計で。時間かかるじゃん、その飛距離計どうなってんの。てってちょっと奥ボタンずっと押して何ヤードか分かったの。よく分かんない。え、マジで俺測ろうか。60ぐらい、まあ見た目的には。あ、63。60でいい。60でヘッドアップ、うん、いいとこ当たってる。完璧完璧完璧。60ヤード打たせたら右に出るもないないっていう。俺にこう打たせたらもうジエンドね。ジエンド、うん、なんだっけあれ、テセウスの船の、はい、いや今の60ヤードはテイク完璧でしたね。ピン横、まあ、1メートル以内につけてます。で私はこの3打目のアプローチなんですけども、また同じように iPhone が止まってしまってですね、完璧に寄せることができてバーディーでした。そのバーディーパットもね、テイ君に撮影してもらおうと思って iPhone を渡したんですけども、録画ボタンを押し忘れて撮れてなくてポンコツだなと思いながら。でここです、バーディードライ。はい、はい
ナイスバーディー、ありがとう、完璧だよ、ほナイスバーディーね。こういう暑い中バーディー取れるとちょっとテンション上がりますね。で最終ホール9番ですね。ここはニアピンです。158ヤード、まあ高麗グリーン左なんですけども、若干ベントグリーンの方が遠くなるのかな、少し高い位置にあるので、ベントグリーンは非常に傾斜が難しいグリーンになってますけども、高麗の方はどうなってるのかなちょっとわからないんですが、とにかく高麗は左のグリーンです。で今日は右のベント、いいね、いい、滑ってる、でかい、うん、あちょっと狙ったら左行ったけど、ナイス、ゴールじゃないよ、ここはいけではなかったね。惜しい、うまく打ったけどね、うまく打った、狙いはというわけで、私が7オーバー、テイ君が、最後ボギーですね、15オーバーとなりました。はい、ここはですね、有名な建築家のクラブハウスなので、最後ね、しっかりと景色を見ていくといいかもしれないです。非常にいい、コースですね。本当に整備もよくされてますし、ベントグリーン、状態がいい、感じでしたので、8月はまあ高麗グリーンになりますけども、ちょっとね、攻略、グリーン攻略が鍵になるかなと思いますので、頑張っていきましょう。暑かったね、今日一日通して、一日通して口の周りにすごいチョコついてるけど大丈夫、チョコいっぱいついてる、パルムなんか顔が土人みたいな顔してるね今日一日で日焼けしたね、あれを物語ってるね、顔が苦闘が、あの何その接戦、やっぱりねゴルフは、はい、最後最終的には、ゴルフってやっぱり難しいよということで、テイ君の一言で終わりにしたいと思います。次回の動画も楽しみにお待ちください。それでは失礼します。もちろん